1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの砲丸投げで金メダルを獲得した。アムステルダムオリンピックでの砲丸投げ競技は14の国から22人の選手が参加して1928年7月29日に実施された。選手たちは2つの組に分けられて予選を戦い、成績が上位だった6人が同日の決勝に挑んだ。クックは 予選で15メートル43センチを投げて、予選3位で決勝に進み、決勝では2投目で、当時の世界新記録に当たる15メートル87センチを投げて、同じくアメリカ代表のハーマンブリックスやドイツ代表で、それまでの世界記録を保持していたエミール・ヒルシュフェルトを抑えて、金メダルを獲得した。他の主要な競技会では、1926年の NCWA 主催協議会と翌年の AAU 主催協議会の砲丸投げ種目で優勝している。なお、1926年には AAU 主催協議会の槍投げ種目でも優勝し、当時のアメリカ合衆国記録を打ち立てた。ヒルシュフェルトは、同年8月26日に16メートル4センチを投げて、世界記録保持者の座を奪回している。 アスレチックス・アット・ザ・1928アムステルダムサマー・ゲームズメンズショット・プター・カイブド2020年4月17日アット・ザ・ウェイバック・マシンありがとうございます